相澤さん完全に左足ブレーキ派ですね。はい、そうです。もうここから子供が出てきても左足、左足、まあ、そこまで徹してればいいけどね。でもぶつかるときに両足で突っ張るから、そのときに右足アクセル全開になるからね。そうかもしれないですね。はい、左足で ABS で路面チェック、はい、そうそうそう、結構これ ABS の作動音激しく音がしますね。でどのくらいの強さで踏んだら ABS が働いたかっていうのを体に覚えさせていただきます。まあ FF ですけど、まあ、横滑り防止装置がついてるので、まあ、お尻を振り出すことはないと思います。こういうところでは対向車もはみ出してくる可能性があるので、ちょっと余裕を持って走ります。下りの場合だとやっぱり FF と4駆動って走り方違いがあったりするんですか。挙動の出方が、でも下りはいずれにしても駆動力必要としないので、2輪駆動4輪駆動の違いはあんまりなくて、まあ、むしろブレーキ踏んだ時のスタビリティの違いくらいかな。ただ今横滑り防止装置があるから FF でも下りのブレーキは結構安定してると思うんだよね。左足ブレーキの人はよく右足でアクセルスロットルまだオンの状態でブレーキ踏んじゃう場合があるので、必ずこういうふうに、はい、そうですね、互い違いにやる、うん、互い違いに。例えばコーナー の, この R を読み違えてやばいオーバースピードで入っちゃったっていう時にはどう、とにかくブレーキ踏む。もうコーナーリング中でも何でもブレーキ踏む、ブレーキ踏む、うん、まあ、ABS がついてない車とか、うん、横滑り防止装置がついてない車だとまた話は違うんだけど、まあ、とにかくオーバースピードなんで、まず曲がらなければいけないからスピードを落とす。で左コーナーだったら対向車線にはみ出ることになるじゃない、はい、で右コーナーだったら自分が崖から落ちる可能性があるんで、どっちにしろ嫌だよね。そうですね、まあ、対向車来てなければね、うん、あとは道を読み間違えないように周りの周囲の景色、はい、今右側の電信柱、左側の木立、はい、この赤いポール、赤白のこういうものでコーナーのあるをよちょっと読んできますね。やっぱり気分的には下りより上りの方がなんか安心感が、うん、まあ絶対そうだよね。でも FF は駆動力という見方をすれば、ね、上りは苦手なので、トラクションかかりにくい、うん、だから新設なんかなっちゃうと途中で止まっちゃう場合もあるし、はい、多分ねこういうような雪道を4駆と同じボルボ S60 でも、はい、FF と4駆で100キロ走ったら疲れは全然違うよね。 FF の方がしょっちゅうずってこういくから、はい、なんか神経使ってる感じが、うん、その度になんかちょっと、うん、ピッと緊張感がしますよね。そう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 、スキーとか行くときにいつも迷うんですけど、靴って例えばこう雪行くときは比較的こうかかとが上がってる高い靴が多いじゃないですか、うん、まあ極端に厚底じゃなかったらいいと思うんだけどね。ちょっとあとまあちょっと足首がこう、うん、ちょっと動きづらくなるのが多いから、うん、なんかまあ薄っぺらいの履くと逆に降りた時に冷たいし濡れちゃうから、うん、ハーフブーツぐらい、ぐらいこう周りの地形見て道のあるをねちょっと読む感じ、はいはい、スタチュエンジンドライビングレッスン、初級編、まあ、とりあえず、東京から無事にこの目的地スキー場まで来ました、まあ、雪の区間は最後の10キロぐらいだったかな、はい、だけどちょっと緊張しましたよね。そうですね、ちょっとピリッときますね、やっぱり雪道走ると。いつもね、もう毎年もう10ヶ月以上夏の感覚になってるじゃない。でましてサーキットなんかでポルシェとか走っちゃうとものすごいグリップの高いところでハイスピードで
200キロで飛んだり跳ねたりしてるから、もうこのぐらいブレーキが効くのが当たり前だと思ってるんだけど、実はその全然ブレーキ効かない状態が出てきちゃうんだよね。だから摩擦係数でいうとサーキットの10分の1ぐらいが存在するから、制動距離でいうと10倍だよね。だからもうブレーキ踏んだのにむしろ加速したような感じになっちゃうぐらいブレーキ効きませんっていうような路面が存在するから、その感覚になれるのが大事で、まあ、頭の中のスイッチをいくつか切り替えていくのが大事なんだけど、とりあえず山本さんどうでした？最初の ABS を効かせながらこの路面の状況をこうチェックするっていうのがすごくためになりました。 ABS 効く手前でやめてたら、そこから先どれだけグリップが残ってるかどうか分かんないんで、 ABS はタイヤのロック率でブレーキの液圧をコントロールするから、とりあえず ABS が作動するところまで踏み込んでみて、まあ、あとは自分のペダル踏んだ強さ、動力っていうんだけど、ペダル動力と ABS の関係でこの路面だったらこのぐらいだなっていうのを、でそれをいろんな路面でやっておくと、もう全部頭の中入るんで、最近のこういう背の高い系 SUV は昔はこうロールしたりねしてたけど、最近もうスポーツカーみたいに走ってるから、そうですね、もう本当に車が車高が高くてお腹も打たないし、まあ、雪道走りだったらこういう SUV がいいですよね。むしろこのセダンだとちょっと輪立ちがあった時にお腹打っちゃうんじゃないかなっていう心配が出てきますけどね。相田さんどうでしたか？そうですね、僕もまあちょっとその駆動方式の違いみたいな感じで、うん、まあ、FF は FF の、まあ、陸道そこそこ走るところ、うん、まあ、あと四駆の強いところみたいなところも分かったんで、その辺が、まあ、今回はちょっとさっきちょっと雪のあるところで U ターンしてもらったんだけど、うん、U ターンするとハンドル切るから抵抗になるんだよね、はい、だから実はハンドル切ると車って抵抗、転がり抵抗が増すから、より大きな駆動力が必要となるので、エンジンたくさん踏まなきゃいけなくなるから、うまくスムーズに走るとハンドルで抵抗にならずにススッといけるんだけど、あんまりハンドルこじっちゃったりするとかえって自分でこう抵抗を増やしてって結果的にアクセル踏まなきゃいけない、で結果的にトラコンが働いてっていうようなその負のスパイラルが落ちるから、悪循環ちゃう、ね、そう、路面の選び方もスムーズになるべく路面もハンドルも抵抗にならないようなところを選んでいかないと、二輪駆動の走りはそこがポイント。そうですよね、四駆はもう後ろからも押す、前からも引っ張る、だから多少路面の抵抗になってもガンガン行っちゃえばいいんだけどね。やっぱり気を使いますよね、やっぱり気使うね、二輪駆動の、うん、ましてでも FF だからいいけど、これ後輪駆動だったら今度お尻がしょっちゅうズル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 するから、そうすると今度ステアリングでもいろいろ操作しなきゃいけなくなっちゃいますもんね、うん、だけど最近の FR 車はすごくトラクションコントロールも緻密になってきているので、まあ、例えばベンツなんかは三輪駆動みたいなトラクションあるよね。だからまあ一概に FR が二輪駆動が弱いとも言えないんだけど、車固有の雪滑りやすい路面での強さが強い車とそうでない車があるんで、あとタイヤもロープロファイルの最近後継のね18、19インチでスタッドスタイヤもロープロファイルになると、タイヤの横っ腹が薄くなればやっぱりそのちょっと雪には弱くなってきますよね。まあそういったところで自分の車のキャラクターを考えながら走ってもらえればと思います。はい、はい、それでは次回はですね、もうちょっとダイナミックに、本当はこういうところで思いっきり走りたいよね。そうですね。それを次回やってもらいましょう。はい。